イケイケヘイヤシオと名案くっきり。キンプリ流せれん橋山の最新アルバムは34万枚止まり止まり。キングプリンス元メンバー平野仕二26がグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退除してから3ヶ月が経つが、その存在感は着実に増している。象徴的なのは、 これまで大手芸能プロダクションから退場した場合、一旦白紙に戻されてきた CM 契約。平野の P&G パブリーズは今でもオンエア中だし、ボシュロムジャパンアクアロックスワンデー UV ンのポスターも店頭に貼られたままだ。これについて大手広告代理店関係者に内情を聞くと、退場が発表されて以来、商品の売れ行きがいらしいですよ。 ロシュロムに関しては店に貼ってあるポスターに自殺理させてもらっていいですかとファンの子が来て何かしら買っていくというのですから剥がせませんよ、ね。外すのならいただけませんかとかずっと貼っててくださいねというリクエストもしょっちゅうだそうですよ、と答えてくれた。さらに退場後。 滝沢秀明氏が率いる事務所、トベの生配信やインスタグラムに投稿される平野が身につけた総額100万円を超するイビトンのコーディネートやロレックス、ハリー・ウィンストンの超高級腕時計に問い合わせが殺到。オンラインストアでは即日完売する事態も起きている。 チラ見せするのが本人の好みなのか投資なのか、ブランドの広告宣伝なのかは定かではないが、いずれにせよインフルエンサーとしても注目されているのは間違いない。資格大会したファンクラブの会員番号は永久月番。 ジャニーズ事務所を去った平野や神宮寺雄太25がその輝きを増大させているのに対し、長瀬恋24と橋山24の二人になったキングプリンスコーンを同等の勢いが感じられない。 今月16日、1年2ヶ月ぶりに発売されたキンプリの最新アルバム、ピースは約34万2000枚のセールスを記録したことで何とか面目は保たれたが、ジャニーズ事務所に好意的な媒体はデビューから5作品連続で30万枚セールス超え、と盛り上げますが、気になるのがファンクラブの会員数なんです。 キンプリのファンクラブ会員番号は8月上旬時点で105万2000人を超えていますが、それにしてはアルバムセールスが悪すぎますよね。大会した会員番号はそのまま持ち主がいないまま永久欠番になりますから、105番人長のうち実際はすでに大会した人数が何人いるのか。内情がわからないので何とも言えませんけれど、音楽関係者。 6月21日に金プリが二人体制となってリリースされた初のシングル、何者は約54万4千枚を売り上げたが、これはティアラたちが残った二人に恥をかかせられないと頑張った数字だという。SNS では、性果題問題で弱っているジャニーズ事務所を本気で潰そうとしているとか、退場したみんなが生き生きしてるのはタッキーのおかげ。 と、滝沢氏の戸部には賛否両論あるが、平野耀という存在は陰るどころか、露出が減ったことで余計に注目が集まっているのは間違いない。芋沢貞夫、芸能ジャーナリスト。